クレープブランデーは日本の競争馬である。主な勝ち倉は2011年ジャパンダートダービー、2013年フェブラリーステークス。馬名は武道士を上流したブランデー。9月26日の阪神のダート1800メートルの新馬戦。最後を追い上げるも二着席敗となる。連投で臨んだ京都の未勝利戦は直線抜け出して初勝利を飾った。 持ちの気象は前目につけたものの最後刺されて2着、赤敗。もみの気象を官房で直前回避し2歳を終える。2011年イブ気象初戦の2月5日の500万、下のダーート戦は2着に6馬身をつける圧勝。この後芝2200メートルのスミレステークスを使い、逃げるロッカベラーノを捉えきれず2着となった。その後、間を開けて臨んだ、京都の東日本大震災。 被災地支援競争いぶき賞は直線抜け出して3勝。しかし、初重賞となったユニコーンステークスは、後方からの競馬となり先に抜け出したアイアムアクトレスを捕まえきれずに2着となった。そして、大井のジャパンダートダービーは直線抜け出して、重賞初制覇が GI 初制覇となる。しかし9月に、放牧先の山本トレーニングセンターで、 うぜんひずめ骨を骨折したことが分かり、休養することとなった。5月6日のブリリアントステークスで復帰。2番手追走も久々がこらえたのか直線では全く伸びず15着と惨敗した。その後、7月15日の中京のジュライステークスは、前目につけたものの6着赤配する。8月12日の小倉のアソステークスは直線、抜け出して、 1> 約1年1ヶ月ぶりの勝利を飾った。しかし一番人気に押されたシリウスステークスは直線、サスも3着に敗れ、ミヤコステークスは直線伸びず6着に敗れた。12月のジャパンカップダートは5着であった。2013年1月の東海ステークスは、クリストフルメールが起場し、JRA 重賞初制覇を飾ると、2月17日のフェブラリーステークスに出走。 直線残り2ハロンで粘るエスポアールシチーを差し切って JRA の GI 競争初制覇を飾った。しかしレース後に右第一子骨剥離骨折を発症していることが分かり休養することとなった。10月のマイルチャンピオンシップ南部杯で復帰したが4着。その後、ヤコステークスは10着、ジャパンカップダートは11着に終わりこの年を終える。 2014年以降は勝ち星に恵まれなかったものの、2015年のエルムステークスと2016年の東京スプリントでは、共に2着と、構想する。2016年9月には韓国に遠征し、コリアスプリントに出走し3着となる。2017年1月のネギシステークス13着の後、後去勢され、障害競争出走に向け調整されていたが、 呂前つなぎ人体炎を発症したため現役を引退することになった。引退後は、八代大ファームで乗馬。その後、千葉県富里市の乗馬クラブレアルネップに繋ぎをされている。ありがとうございます。